はい、王子です。ミルです。今日は、はい、王子にお家でできる簡単トリートメントの方法を教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はクエン酸とこちらのお水だけを使って髪の毛を綺麗にする方法をこれからやっていきます。では実際に今からエミルに作っていきたいと思います。まず水、だいたい500ペットボトル1本分ぐらい。用意してください。そこに、先ほどのクエン酸ですね。クエン酸をペットボトル500に対してスプーン2杯分ぐらい入れてください。それぐらいですか？はい、それぐらい大丈夫です。こぼれてるめちゃめちゃこぼれてるはい、そうするとこんな感じになります。ちょっとだけ下に溜まりますので、これをしっかりシェイクしてください。シェイクするとクエン酸は水にすごい溶けやすいので、もう溶けてます。これでもクエン酸水の出来上がりなので、もうあとはこれを正直髪の毛につけたりとか、ダメージしてる、毛先だったりとかにつけて、その後にしっかり流してからトリートメントをつけるだけです。めちゃめちゃ簡単。誰でもできます。もうこれ高校生でも中学生でも大学生でも大人でも誰でもできるやつなので、これ皆さんぜひ試してください。で、なんでクエン酸がいいかっていうと、髪の毛ってアルカリ性に偏る性質があって、カラーとかパーマとか縮毛矯正とかすると全部アルカリによるようになっちゃって、も髪の毛って弱酸性なので、アルカリによると逆にダメージをしやすい髪の毛になっちゃいます。それを酸性に、弱酸性に戻してあげるように中和するのが、クエン酸の効果でもあります。なので意外とこれを1回やるだけでもチュルチュルってなる。なのでこういう風に使ってあげると髪の毛が健康体に近づきます。髪の毛がツルツルになりやすいので、できれば皆さんやってみてください。はい、いつも見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はすごい簡単なヘアケアの方法だったんですけど、もう結構これだけでも綺麗になる人は綺麗になってしまうので、ぜひお家で試してみてください。この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。